はい、どうもこんにちは、僕ゲームでございます。ウィラプリ2019やっていきましょう。ということで今回はね、ここキック力99シークレット選手ですね。誰だかね、まずは皆さん当ててみてください。魅力としてやっぱキック力99でね、足もね88とスピードあります。そしてここからオフェンスセンス94からの決定力94、このオフェンスセンス94、決定力94、キック力99、この3つがねやっぱポイントになってるんでね、前線での、動きのね反応速度もいいですし、シュートはね高速なんでキーパーがねもう触れることができない、その速さを持ってるキック力の持ち主ですね。であとはねフィジカルコンタクトとかも結構高いんで、もう肉弾戦のね、肉弾戦車じゃないけど肉弾戦のところで相手に勝っていく、その力もあります。逆足ヒント精度33からのコーン17、まあ、スタミナがね80超えてないんでね、前半のところで後半若干動きが鈍くなるところあるけれども、それでやっぱりね点を取る力があるので、この選手フォワードめちゃくちゃ強いと思う。ちなみにですね、今週のボックスガチャの方に入っております。はい、そしてお次スキルなんですけど、スキルもね、まあ、やっぱシュート系のスキルが多いね。そう、ワンタッチパスを持ってるから流れの中からでも点取りやすい、パスズレも起きにくい。そしてボックスストライカー、中央に位置するんで得点を取る場所にいてくれる。今回ねそんな選手を使っていきたいと思います。バティステータ吠えてますね。うわーっつってね、ゴールーっつって言ってますけどね、前回使った時がですねレジェンドバティステータレベマじゃなかったんだけど、今回はねレベルマックスで、まあ、先ほど言ったようにねボックスガチャの方にもね今週入ってるんでね、ぜひ、まあ、この試合見た後にでもね欲しいって思う方ね狙ってみてください。ということで早速試合の方行きましょう。レディゴー。さあ行こう、対人戦、調子ドン。オッケー、バティス・トゥータ好調ですね。そして前線のところ3枚いいですね。イスコにメッシも調子よくて、アスペリック・エッタ・レディ・ゴー。あとはいいね、デヘア好調、マルセロ好調、行きましょう。さあお相手4-2-2でオムフ2枚ね、ムバッペオムフ強力ですね。そしてサラーもいて、あー、オバメロナウド来た。よろしくお願いします。中央パス回しとか、なかなか多そう。で、そこからですね、やっぱロナウドと、オバメのね、フィニッシャー。ただ、ムバッペがオムフいるんでね、ムバッペ、オムフ、オムフ、ムバッペ強いからね。まあ、ただ、こちら、バティスータがいるんで、メッシいけるか、これ。と思わせて、ここで裏する。ダイレクトでしょ！バティスータ、すげえとこ飛んでったけど、なんかこう左足でズドンみたいなねイメージで蹴ったんですけど、ちょっとね意外なとこ飛んできましたね。まあいうこともあると。わあ、グエンドシ、ここここここ、このロナウドがめっちゃ怖い。これね、マネー立ってバリオスがね呼んでますね、呼んでますね、バリオスが縦呼んでますね。やっぱりね、この辺はね全然本田さんの真似似てないっていう。この辺はね、パボンでボール持ったらね、まずは仕掛けることを頭に入れてね、取られますね。さあ取られましたけど取り返しますね。足元入りますね。バシンさん収まりますね。収まってからのファイアシュート、ファイアシュート、これがバーティスだ。まあ、一回ちょっとディフェンスから離れるっていうね、あれで逆に無理やり前向こうとするとねセンターバックにかかっちゃうんで。ライジング出てたよね、多分ライジング、ライライライジさん、くっ、いけー、いやー入んねえか。バティストゥータだからね、バティストゥータだからね、シュート無限の可能性を感じますよね。で結構スピードがあるから足速いんで、突破のところもねなかなかやりやすい。バックフェイント入れてからちょっとずらしてからね、このもうシュートほぼ見えないっていう。99からのね決定力94、なんちゅう強さでございますか。バスティスータほんと強いと思うんだよね。わあ、これはファールない、ファールないか、やばい、オバメンの裏っぽい、
これはデヘア任せた。おお、バラン、信頼したバランが戻ってきてくれました。グエンドジつえ、いや、これちょっと待って、そこじゃない感がすごい。バティストゥーター、次こそは決める。ええあ、ファールか、まあ、オフサイドかと思った一瞬。いやー、決めたかったね今。いや、バティストゥーターね、無回転持ってるんでね、ちょっと狙ってみますね、この位置から。キック力99の強さを、バティストゥーター無回転伸びる、めっちゃ伸びて、なんかずれましたけど、無回転になってたけど、キーパーが阻んだね。うっそ、マジてか、バラン早っ、バランやばくない、この速さよ。光より速く走って、全力で夢をつかめ。おお、ダイレクトで出したかったけー、オリカーズに走る、もうしやすいというか、なんつうんだろう、スピードがあるから。いやー、なんかずれてる。おお、パポンか、パポンか、バグってた、バグってた。いや、切り返す可能性が高い。いやー、ダメだ、ダメでした、切り返しませんでしたね、そのまま。うわー、後半失点してしまったか。そう、うわー、これやだ。よし、食いつけ。いやー、いい動き、いい動き出しないしょー。ボックスストライカー真ん中でのね、仕事さすが。なんかもうラインブレーカーみたいでしたけど。はい、ということで、これを相手ギブのパッというわけで勝ちですね、ギブアップで。まあ、バティストゥータ3点目奪ったところ、前半ね2得点、まあ、バティストゥータ方ね炸裂して、後半ね1得点。もう1試合ですね、バスティ、神々だな、もう一試合バティストゥーター使っていきたいと思います。いきましょう。さあ、ということでバティストゥーター2試合目いきましょう。吠えろ吠えろ、 OK、 横普通、うん、変えていこう。ベルナルド・シューバー不調じゃない、絶好調。ちょっと待ってね、イスコサイド、イスコサイド、トレイラ、アスピリクエタにロバートソン、これで完成しましたね、ピース。よし、 OK。さあ、お相手がロマーニオ行って、あとは FP ですね。メッシがボランチか、よろしくお願いします。まあ、稀に見る形ではあるけどね、メッシボランチ、ここ注意していきたいね。ボール持てるし、突破もあるんで、まあ、パスも供給できるしね、そこが怖いから。なあ、よくわー、さすがにここ突破無理か、やばいね、バーティスダムでパワーがね。ちょっとワンチャンこの位置から狙ってみます遠いけど、うわー、いけー、無回転持ってるからね、入れ惜しい、なんか惜しくなかった、チェフがね若干惑わされたよ多分。いやー、いい感じにいったと思ったけど、落ち着いてる。ここ読む、カウンターを仕掛けていきます。そう、きた、いや、むずい、バディストゥーター、くー、威力強かったか、威力強かった、ドリブル突破まで良かったけど、結構相手がやっぱり寄せててもね、一瞬でサクッと抜けますね、スピードあるから。スピードを生かしつつですね。いや、うまい、一流からボール奪うで、どう来る、よし、パーバン、パーバン、ナイス強さ、もう一個、よっしゃ、
ナイス強さ、もう一個、うっしゃナイスバティストゥータ。もう今のは完全にパワーだね。シュートの威力があるだけ。あー終わったかなこれもう得点した後だよこれ。ここなー、ちょっとプレス長押ししすぎたか。しかもロマリオをゴリッゴリに落ち着いてね。オッケー、ただもうしっかりここは戻りながら。いや、うまくね。いやー、うまいんだけど、そのエリアうまいんだけど。バティストゥータのゴールがもう逆転されちゃったよ。ロバートソン狩り、いい抜け出し、くー、キックフィントやらせないか。そう、ちょっと逆転のシナリオを完成させていきたいと思います。関係ない、点を入れられてても、まあ、勝ってると同じぐらいのメンタルで。来た、決めよう。よし、もうこのね至近距離でもね、なかなかのパワーで、どんなねもう距離だろうとバティストゥータはねパワーを生かしていきます。ここでキックオフ後、注意注意、いやーローマルきつい、いやー抜けるローマル、それマジで、うわーローマルよ強し、取ったと思ったけど、もレジェンドバトルだなこれ、レジェンドバトルですね。いやーファウルじゃない、うっそーマジでファウルもらえないか。いやーしかも逆にカウンター、いや、オッケー、いいボール、来た、オッケー、バズだけよ、よっしゃ、オッケー、これ来た、オッケー、バズだけよ、よっしゃ、オッケー、これはいったんじゃないの、これはなかなか崩せましたね。さあもう点の取り合いが凄まじいけども、そう、あ、いた、ピケが寄せよ、ナイスメッシもうここ気合いですね、メッシやべえ、やばすぎるあそこは、あれがつっていうね、あれはもう運良かったな完全に。頑張った、きた、うわー、強い外力、そう、なんかね、あのゴールで終わるっていうのもね、メッシのあの突撃ゴール、あれはあれで悪くはないけど、このロバッツ伸びるね。よし、いいヒル、いやー、メッシ神、メッシ神、ここはもうメッシ神ですね。あそこで取られないからな、あれが強いといったところで、はい、ということで切断勝ちですね。まあ、バティストゥータですね。前半のところやっぱね、後半ね、スタミナちょっと切れてね、動きの部分とかありましたけどね、あとは自分がね、シュートゲージをね、若干見せてしまった。シュートゲージ強すぎるとこも何本かあったんで、ただね、それでも得点ね、まあ、お相手の点との点の取り合いになりましたけど、まあ、ちょっとね、最後の2点とかはね、若干自己気味ではあるけどね、まあ、メッシがね、あそこアグレッシブに寄せたからね、4点目のところも入りましたし、またですね、いろんな選手を使っていきたいと思います。ぜひですね、バティストゥータ。まあね、今回のガチャでも来てるんで、当てた方使ってみてください。ということで、また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。
では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプル。